ヘフター調査研究所は典型的な幻覚剤の研究を促進するためのアメリカ再入法の501に基づく非営利団体で主に白紙瓶が心に作用し苦痛を軽減することについて大きく理解することに貢献した。1993年にバーチャルな研究所として設立され主に学術及び臨床の科学者に資金提供し、 2011年から2014年には310万ドル以上の助成金を集めてきた。ヘフターのこれまでの臨床試験の焦点は、がんの終末期の不安や抑鬱つに、白ビン併用治療や、アルコール及びニコチン依存症である。アーサー・ヘフターは1890年代後半に、サボテンのペヨーテからメスカリンを初めて単理した科学者、薬理学者、医師である。研究所は、 1993年にデビッド・ E ・ニコルズによって設立された。共同設立者にはマーク・ジェイ・ヤー、ジョージ・グリア、チャールズ・グロフ、デニス・マッケナが含まれる。当時、サイケデリック研究は約20年にわたり休止状態にあり、政府から出資される理由もなく、この分野の研究を再開するには民間資金を調達する必要があった。研究所は資金を確保し、 科学的な評価のための研究計画を評価する目的で作られた。非営利団体としてニューメキシコ州に設立され、1994年に501に基づくこととなった。最初の10年の研究の焦点は、主に MDMA の効果と作用基準や、ロシアにおけるヘロイン依存症に対するケタミンによる治療の臨床研究であった。21世紀には、 主な焦点は白ビ瓶となりアリゾナ大学で強迫性障害を治療するためにアメリカで最初にサイケデリック治療研究に出資した。研究所は幻覚剤研究も関する80以上の科学文献を発表してきた。ある出資研究では単海の白ビ瓶の投与ががん患者における不安と抑うつ症状を優位に緩和するという結果が得られている。 ニューヨーク大学とジョンズ・ホープキンズ大学におけるこの治療法の2つの大規模な臨床試験に研究所は出資してきており2016年に結果が出版されるとみられている白ビンをがん患者の不安と抑うつに用いるための承認を得るための知験の第3章試験を支援する研究所が支援する白ビンを用いた依存症の治療研究が5つ出版されてきた 二つは小さな予備研究でアルコールと喫煙に対して優位に良好な結果を示した。2016年初頭に同じ研究がニューヨーク大学とジョンズ・ホープ・キンズ大学にて行われている。初期の二つの研究はヘロイン依存症に対するケタミンによる治療で良好な結果が示された。アヤワスカと白シ,シビンに関するスピリチュアル体験と実践についての研究が いくつか出版されている。研究所が支援する神経科学研究は70研究以上が出版されてきた。ほとんどがヘフター調査研究所の役員である。チューリッヒ大学のフランツ・フォーランビダーが主任研究員である。その一つの研究は、白紙瓶が脳において否定的な感情の処理を阻害するということを見出している。ありがとうございます。